こんにちは、 JTB の山北です。今ご覧いただいたのは新しいサービスバーチャルジャパンプラットフォームの象徴的なワンシーンです。我々が構築するバーチャルジャパンプラットフォームは時空を超えてバーチャル空間に世界中の消費者や日本の事業者が集い、空間内でさまざまな交流や交流が起こる新たな交流創造の場となることを目的にしています。そこにはこれまで交流創造事業をドメインに事業展開をしてきた JTB の強みが最大限に発揮できると考えています。事業推進は JTB グループで日本紹介メディアファンジャパンを運営する株式会社ファンジャパンコミュニケーションズが担い、まずはファンジャパンが保有する125万人のアジア地域の日本好き会員から同プラットフォームのユーザー化を図り、コロナ禍で人流が止まってしまっている海外の消費者を対象とし、海外展開からスタートし、順次日本国内にも展開を拡大してまいります。株式会社フィクサーの松岡です。我々フィクサーは創業以来クラウドを通じていろんなサービスを提供してきましたけれども、実際に人に会わなくてもクラウドを使って人と人とが出会う、まるでどこでもドアのようなサービスを提供できていて、これをもっともっといろんな人に活用していただきたいということで、昨年バーチャルイベントという事業をスタートしました。でさらに旅行がままならない時流の中で、 JTB さんがもっともっとクラウドを使って人と人との出会いをプロデュースしたいというお考えに共鳴して、この度参画をさせていただいております。みんなで日本を世界を盛り上げましょう。